じゃあ、それでは時間になりましたので、以降、うちんないちゃん。ああ、こうなるのか。というわけで、中野ゼミ拡大企画、ということで、前衆議院議員の川内浩先生にお越しいただいて、対談、企画を、対談講義をしたいと思います。はい、でそれでは、早速川内先生に登場いただきましょう。はい、お願いします。こちらに。こちらに。はい。はい。はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。拡大企画。拡大企画。はい。で、川内さんと、どこから話します、その最初はとか。まあ私が何者かと、なんで中野ゼミに来るのか。はいはい、はい、そうですね、まあ、川内さんは、立憲民主党の、はいはい、鹿児島1区の、そうですね、はい、まあ、前ということなので、まあ、議員さんされてたんだけど、現在は落選中という、そうです、いう状態です、はい、なぜ、川内さんが、今日来られているかというと、昔からといったらあれですけど、2014年に初めて来ていただいて、でそれからですね、まあ、ことあるごとに、中野ゼミ合宿だとか、はい、こういうイベントにするんですけどっていうだけで割とこう調整してつけて来てくださるということでですね、もう中野ゼミ特別顧問という、はい、称号があります、はい、無給ですけど、はい、発端というかこの対談をしてほしいというお声もありましてですね、今日企画したということになっています。今日の話は、まあ、統一教会という話と統一教会辺野古原発ということを、まあ、3つ考えています。早速この最初の3枚はあれですよね、先生言いたいことの、まあ、話の枕というか、そうですね、このあたりからちょっとお話しください。はい、どうも皆さんこんにちは、川内浩と言います。まあ、全く皆さんは僕のこと知らないと思います。はい、だけど自分で言うのもなんですけどね、政治のプロは私の一挙手一投足に結構注目をいたします。落選してますけどもそうです。で、まあ、これまでさまざまな仕事をしてきた、まあ、結果として、そうなって、いるのだろうというふうに思いますが、今日ここに上がってくるときに中野先生にもさっき箱根駅伝の総合優勝の盾がねいっぱい下に並んでますねと、いや僕らが若い頃はまあ申し訳ないけど青山学院なんて箱根駅伝で絶対に勝てないと思ってる人誰もいないですね。だけどその青山学院が総合優勝できるというのはやっぱりそのリーダー、あるいは指導者というもので、全く変わるんだと、5年10年経つと全く違う姿になるんだということを私たちはそこから学ぶわけで、今この国がの政治指導者、まあ、世界中そうですけどね、バイデンさんとか岸田さんとかイスラエルのネタニヤフさんとかね、あるいはロシアのプーチンとかウクライナのゼレンスキーさんとかね、そういう政治指導者がいるわけですけどね、その人たちがどういうふうに国をまとめていこう、あるいは世界をこういうふうにしようと思っているかによって全然5年後10年後は違う姿になるんだと。で実は政治リーダーというものを選んでいるのは選挙ですから、どんな人たちも選挙で選ばれるので、ヒトラーも選挙で選ばれたわけですね。ものすごい低投票率の中でヒトラーは国家総統というですね、地位を自分で勝手に作ってむちゃくちゃしたわけですけどね、世界中で6000万人の人を殺したわけですけど、そういうみんなが選んだ政治リーダーがどういう人なのかということで世の中は違ってくると。で1枚目見ていただくとですね、今、まあ、自民党が日本を政権与党として権力を振るってらっしゃるわけですけど、まあ、安倍さんは残念ながら銃撃されましたけど、私を右翼の軍国主義者と呼びたいならどうぞと、これは安倍さんの言葉なんですね。我々は多数の民意を受けないとまず国会議員になれませんと、しかしそれによって、
得た人気においては多数の意見に従うわけではありません。私の判断であると。国民の意見になんか従わないと。俺の考えでやるんだと。これ、正式な場で発言している言葉です。多分みんな初めて見てるだろうけど。で、日本国憲法のことをみっともない憲法ですよと言ってみたりですね。もう、この自民党の政治家たちのこれ言葉をずらずらーっと並べてるんですけども、真ん中あたりにですね、そもそも国民に主権があることがおかしいとかですね、天賦人権論を取るのをやめようというのが私たちの基本的な考えとかですね、もうむちゃくちゃなこと言ってるわけです。で、これはなんでこんなことを言ってるのかというと、結局自民党と統一教会が不足不利の関係で、統一教会的考え方がこの政治家たちの言葉にも現れていると。そういう人々を我々は選挙で選んで権力を与えてしまってきていたということを、意味するわけなんですよね。で、2枚目を見ていただきますとですね、これ戦争終結を宣言した御前会議における天皇陛下の言葉なんですけど、政治リーダーっていうのはですね、本当にみんな人間ですから、みんな人間なので、スーパーマン世の中にどこにもいないので、僕悪くないもんって、悪いのは君たちだもんって、みんなそういうふうに考える。政治リーダー、いやー私が悪くてこんなことになってしまったとか思う人はどこにもいない。そんな聖人君子は世の中にどこにもいませんから、全部人のせいにする、嘘をつく。で、第二次世界大戦がで日本がボロボロになっている時に、天皇陛下が御前会議でですね、公務員の皆、公務員というか、軍も公務員ですからね、陸軍とか海軍とか言ってます、公務員ですからみんな。で、その公務員に対して何て言ったかというとですね、どうも予定と結果が大変に違う場合が多いと、言ってることとやってることが違うじゃないかと。先日参謀総長から九十九里浜の防備について話を聞いたが、実はその後侍従武官が実地に見てきたの話では、総長の話とは非常に違っていて、防備はほとんどできていないようであると。天皇陛下がですね、陸軍海軍の偉い人に向かって、君たち嘘ばっかついてんじゃん、嘘ばっかついてて、このままでは日本が滅びるから、もう自分はどうなってもいいから無条件降伏しましょうということを決めますというのが、この言葉なんですけど、結局でたらめなことを言い嘘をつくと。だって僕らだって普段生きててでたらめなこと言って嘘をみんなつくじゃないですか。それと一緒なんですよ。みんな人間だから、それが政治の世界でも行われているということなんです。いや、そんなこと言われると夢も希望もねえじゃねえかと思うかもしれないけど、だからこそ日本国憲法というものを作って、その日本国憲法の中で、この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の普段の努力によってこれを保持しなければならない。国民の努力によって保持じゃないです、普段の努力です。普段のという言葉がついているところはミソでね、普段のっていうのはもうむちゃくちゃ努力しなきゃ自由とか権利は守られないよっていうことを日本国憲法に書いてある。なぜなら権力を持った人は適当なことを言うし嘘をつくから、それが歴史が証明しているところですよという反省のもとに日本国憲法ができていて、だけども結局日本国憲法がの下で最初ちょっと民主主義になりかけたんだけど、民主主義っていうのはみんなにとっていい方向に向かっていこうねというのは民主主義なの。ところがもう一つ私たちは資本主義というイデアも持ってるので、資本主義っていうのはお金主義ですから、お金を持ってる人が勝ちますよと、資本家の勝ちですよという、考え方。そうするとお金を持ってる世の中でとにかくひたすら金儲けをしたいと思う人たちはどんどんその民主主義を面倒くさい、民主主義なんぼのもんじゃいと、うるさいというふうに思う。そういう中で統一教会というものがと結託して政治が壟断されてきた。で、それが明るみに出たのは安倍さんの銃撃事件であった。統一教会についてはちょっと中野先生から
いろいろご説明いただいた方が分かりやすいというふうに思います、はい、あの僕は自分の学生にもあんまりこう自分の裁判のこととか言ってないんですけど、あ、そうなんですか、でも知ってはいる、知ってはいる、知ってはいる、なんうっすら知ってる感じでしょ、なんとなく知ってるぐらいな感じ。この人大変な人なんですよ政権与党の大幹部に裁判で訴えられたんですから、それで勝ったんですから。大臣に訴えられる一般人っていうのは多分日本史上いなかったと思うんですよ。そんなことありえないだろうみたいなことで、訴えられましたけど、つまりツイッターですね、昔ツイッターないからね日本史上ないのもんな、昔からツイッターがなかった、まあある大臣がですね、統一教会と関係があったんじゃないかということを示唆するやつ、あのツイートをね、2つばかりしたんです。たった2つなんですけどね。で、僕はあの2013年に気がついたんですよ。僕はあの思想史が、まあ、この学生は知ってると思うけど、思想史が専門なので、社会思想史っていうんですけど、まあ、歴史を見るのが、歴史っていうか、その中でもその思想の歴史を考えるのが仕事なんですが、まあ、2013年に何気がついたかというと、国際勝共連合のホームページを見つけたんですよ。国際勝共連合って聞いてピンときます？統一教会の政治部門です、うんね、でそのホームページに書かれていたことがまるで完全に2012年の自民党改憲草案と一致してるんですよそれに気がついた。本当に見比べていただきたい。今の国際勝共連合のホームページがちょっとリニューアルされちゃってちょっと分かりにくくなってるんだけど、旧版の古いホームページ見るともうまるで丸出しなんですね。緊急事態条項を入れるとかね、国防軍を創設するとかね、家族条項を守る、とかね、 LGBT 反対になるとか、そういう話が全部書いてあるんです。ね、でこれって完全に自民党の政策ですよね。だからその僕がその問題になるツイートを書いたっていうのは、その別にその大臣個人のね、プライバシーとかそんなことを書いたつもりではなくて、自民党ぐるみの話、自民党の幹部が、もうそもそも関係あるんじゃないかと言って、でこれは銃撃事件以降はっきりとしましたが本当だった。その意味で裁判は有利に運んでということだと思うんですね。裁判所もそれが分かったということだと思うんですけども、まあ、歴史を見るとその辺はここが明らかで、この真っ赤っかに塗ってますよね、私これね、共産権、いわゆる共産権っていうのがあって、共産主義の国っていうのがいつできたんですか？共産主義の国が世界で初めてできたのは1917年ですよね。1917年、だから第一次世界大戦ですね。だから本当はそこまで戻らなきゃいけない。第一次世界大戦の間に、いわゆるその自由主義社会と、専制主義国家、つまり三国同盟ですね、独王位三国同盟なんだけど、イタリアはちょっとその時は参加しなかったんだけど、そういう三国同盟と三国協商の戦争が第一次世界大戦だったじゃないですか、ね、でその時にもうものすごいザ・グレート・ウォーですから、ザ・グレート・ウォーっていうと、ヨーロッパでグレート・ウォーっていうと第一次世界大戦のことです、僕らはアジアだからね、でかい戦争っていうと第2次の方がイメージありますけど、ヨーロッパ人からすると1次の方が自分たちの国が荒れてるわけですから大きいわけね。で、塹壕戦とかなんて、塹壕戦ってそう、溝を掘るわけですよ。溝を掘った中に兵隊が入ってパンパン撃ち合うと。でそうすると膠着状態が長く続くんですね。だから死人がいっぱい出るわけですね。で本当にボロボロに、国がボロボロになってしまって、ヨーロッパの GDP が3分の1になったって言います。だからもう戦争やると、俺たちはやめたいと言い出したのが実はロシアなんです、でだからロシアは革命を起こして、だからその前のね暫定政権っていうのが戦争を続行するっていう、そういう立場だったんで、もうお前らについていけるかと
革命、もう共産主義革命って言うけど、その意味もあるんですよ、うん、戦争をやめたいっていう人たちだったんですよ、最初は、あとでおかしくなってきますけど、うん、で、あのレーニンだって平和に関する布告とか出してるわけですよ、それをウィルソンがね、パクるわけですから、ウィルソン14箇所って、そういう流れなので、そこで初めて共産主義勢力っていうのが生まれて、世界の中に生まれて、伸ばしてきた。思想ですからね、思想っていうのはアイデアなので伝播するんですよ、広まるんですよね。でそれもあの共産主義になりたしてほしくない人たちからするとそれも怖いよね、恐ろしかったんだと思うんですね、なのでこういうふうに赤い色に塗っちゃうとすごい怖いじゃないですか、このこんなに赤くなってんだみたいな、まあ、一応 赤旗がね、共産主義のシンボルカラーなので赤に塗ってみましたけど、まあ、これちょっとずるいなと思うのは面積が大きい国ばっかりなんですね。だから圧迫感がよりますという、ことがあると思うんですけれども、これ見てください。やっぱりこの日本と韓国の半分と台湾ですよね。実はこれ切れちゃってますけど、フィリピンが反共の国ですね。でこの4つ、この3つ4つで、連帯しなきゃいけない。そうじゃないとこの共産主義勢力がね下に下がってきちゃう、やばい怖いっていうことで、団結しなきゃっていう流れが生まれると、この経緯はこうですけど、やっぱり朝鮮戦争っていうのがね一つの鍵になっていて、いわゆる第二次世界大戦後初めてのこの、これ冷戦じゃないですね、熱戦ですよね、大熱戦です。これすごい、この、今これ38度線で止まってますけど、これがぐわーっと下まで来て、このプサンしか残ってないよみたいなところまで一回赤くなるんだけど、それをもう一回インチョン上陸作戦とか言ってここで ぶった切って、これまた こっちまで送り返したら今度またこう、義勇軍っていうのが来て、義勇軍っていうけど、ほぼ正規軍みたいなものが、うん、ガーッと来たのでまたこう押し戻されたと、そういう経緯がすごい激しい戦争です、朝鮮戦争は。で結果的に38度線ここで切れましたけど、そういう形でこの日米対日韓対、これをアメリカがバックアップするっていう、アメリカがバックアップしてここをもう最後のなんかあの砦というか、ここがもう、なんていうの防衛線ですよね、はい、これを作ろうとしたんです、はい、っていうの中で統一教会っていうのが非常に、アメリカにとっては都合のいい駒だったと、いうことになりますね、はい、あんまりそれもっと詳しく言えるけど、ちょっとまた簡単にこれぐらいにしておいた方がいいと思います今日は。皆さん、共産主義って簡単に言うとどういう主義だと思いますか？どんなふうにイメージしますか？3年生。いや、共産主義っていうのは、人民主義、あるいは市民主義と言い換えてもいいと思うんですけど、政治の中心を庶民が担っていきましょうということだと思うんですよね。で庶民のための政治をします。で資本主義というのは、さっき申し上げたようにお金主義ですから、資本家のための政治になるわけですよね。お金を持っている人たちのための政治になる。じゃあどういうふうにそれをバランスを取りますかというのが民主主義であって、選挙で決めようねと、どっちかに行き過ぎないようにしようねというふうに、決めるのだというふうに私は理解してるんですけど、やっぱり第二次世界大戦でたくさんの人が殺されて、その反省のもとに国連もできたし、アメリカでもそのリベラルな勢力というものがすごく労働者階級が力を持ったと。それに対して資本家階級から大変な巻き返しが起きて、マッカーシズム、赤狩りですね、あいつらは赤だと、共産党だということでレッテルを貼って、弾圧していくと、そういうその資本家側の、
錯誤を助けるために、まあ韓国で発足した統一教会が日本の安倍晋三さんのおじいちゃんなんかと結託して日本でも活動し、大変なお金を集めたと。よくスパイ映画でミッション・インポッシブルで CIA 出てるじゃないですか。で CIA もあれ公務員ですからね。公務員ですね。はい、公務員だから会計検査院の検査を受けなきゃいけないんで裏金とか使えないんですよ。だから工作資金を捻出するためにはね、いろんな努力を世界中今もしてると思うんだけど、でその CIA が統一教会を作ったというのはこれはもう歴史的事実なので申し上げていいと思うんだけども、そういう、統一教会を設立をさせて日本でお金を集めて自分たちの工作資金にもしていたのではないかというふうに私は、睨んでるんですけどね。アメリカ南米で麻薬組織壊滅した後、その CIA がその麻薬組織の利権を利用して自分で商売するなんていうのは、まあ、よくある話でね。そういうふうにして、まあ、とにかく資本主義、とにかく 金の世の中を、金を儲けたやつが強いんだ、社会を維持しようということで、まあ、様々な無理をされていらっしゃると。その一環が統一教会ではないかと。政治なんてのはもうくだらないもんだと、まあ、どうしようもない奴らが政治をやってんだということにして投票率を低くしてですね、はい、自分たちの思い通りにするというのが、まあ、権力者の皆さんが今お考えになってらっしゃることではないかなというふうに思いますね。統一教会の歴史とその自民党の歴史がどこでクロスしているかというと、自民党ができたのは皆さんが分かってますね。1955年です。55年体制っていうでしょ、はい、あの時ですけれども、55年っていうのをちょっと頭に置いてこれ見ていただくと、このそういう時です。50年が朝鮮戦争ですよね。で、米非総合防衛条約とか米華相互防衛条約とか米韓相互防衛条約、日米安全保障条約、この辺がバラバラにできてるんですよ。バラバラなんで、バラバラ良くないんじゃないかと思った人たちがいるわけですね、CIA ですけど。CIA っていうと、おどろおどろしいけど、要するにアメリカ政府が、お金を出す先が CIA なだけで、海外で活動するところ、出先部門が CIA。一番うまくいったのが日本とギリシャなんですよね、というふうに言われています。日本は相当うまくいった。で、いいんだけど、これがまとまらなかった理由っていうのが実は韓国の、イスンマンです。イスンマンわかりますか？イスンマンっていう大統領が、まあ、独裁者って言われてますけど、最初の韓国の、大統領だったわけですけど、この人がですね、その日本をこのなんていうの、日本と協力するのを拒んだんですね。この人反日なんで、いわゆる反日なんで、だって反日、当時の反日って言ったら大日本帝国に対する反対なわけです。でそれは大日本帝国はに対しては韓国の人はすごく恨みを持ってますよね。でこの人がいるためにこれはまとまらないんですね。でこれをまとめていこうとしたんだけど、フィリピンが最初に言い出したんだけど、まとまらなかったそうです。で結局まとめるためにはこのちょっと日本と協力できるよっていうリーダーじゃないとまずいよねっていう話になって、どうやらパク・チョンヒ朴正煕ですね、という人がちょうど都合が良かったと。でこの人がすでに統一教会とですねその関係を持っていて、1961年にクーデターを軍事クーデターを起こしてイスンマン政権を倒して、パク・チョンヒが大統領になると。でこの辺りからですね、もう60年代になってきてその統一教会というのがすごくその、日本にもですねグッと入り込むと。で日本で今解散命令請求が出てますけど、宗教法人格を失う、ね、かもしれないっていうニュースは聞くでしょう。だけど宗教法人格を得たのが1964年なんですね、日本で。
そういうあの時代構成になっています。あの要するにこの反共政策、反共政策の一環として自民党自体も反共政策の一環としてできてるし、 CIA のお金でできてるから、ですし、統一教会も、まあ、統一教会反共のためにできたかっていうとちょっと微妙なんですが、反共のためにできたといえば国際勝共連合ですね、はい、でそういうあの、まあ、自民党と、まあ、国際勝共連合はある意味その連動したあの目的を持っていて、だからこそ、まあ、あの長く深くですね入り込んできたということが言えるんじゃないかと思いますね、はい、でこの UPF の安倍晋三演説っていうのを割とね、これも報道されないじゃないですか。僕はそのずいぶんこれこの演説したのっていつだっけ、2021年の9月12日ですよ、忘れもしない、ね、でこの日になんか僕はあのたまたま誰か教えてくれる人がいて、この統一教会関係のなんかオンラインイベントでなんか演説するらしいよって聞いて、朝息子を叩き起こして、うん、ストリーミング放送なんで、はい、録画できないじゃないですか。なるほどなるほど、ね、であのテクニックを持ってる彼にちょっとあの助けてもらおうとして、なるほど寝てるのを叩き起こせる、はいはいはい、なんとかこう無理やり録画して、ね、裁判の資料になりますから、その録画したんですけど、たらまたねあの親切な方があのもっと綺麗なやつを全部送ってくれて、なるほどなるほど、いろんなことがありましたけど、僕はだから9月12日にこれは知ってました。昔ねその安倍さんが祝電を送って問題になったじゃないですか。それは2006年ですけども、2006年に官房長官の時にやっぱり同じ UPF に、祝電を送って、各社新聞が一応書いた、まあベタ記事ですけどね、書いておられたんですね。だけどこれ全く報道されなかったじゃないですか。本当に恐ろしいことだと思わない？だから祝電って祝電の文面わからないんですよ。送っただか送ってないかだけですよ。でそんなんで記事になってたのに、今回だって喋ってるから全部わかるわけですよ。内容もわかるのに、それも全く報道されない。だから映像なんだからテレビなんかで流したらいいネタですよね。で本来そうなのに全然流れないから本当に驚愕、そこに驚愕しました。全く報じないんだ。でこの UPF っていう団体は、天宙平和連合っていう、統一教会のまあ何ていうのかあの NGO みたいなものですけど、安倍さんだって2006年に祝電打ってるけど、これ実は2005年にも打ってたっていうことが後になって発覚するんですけど、2005年にこの UPF がこう設立大会の時に祝電打ってるんですよ。でそこからの付き合いですからね、これ随分長いことこの UPF には関係を持ってるってことはあるわけです、客観的事実としてね、はい、で言ってることはこんなことですね。全体主義国家と民主主義国家の優位性が比較される異常事態となっております。なってないでしょ別にと思うし、一部の国が、全体主義覇権主義国家が、これはおそらく、これは安倍さんの心の声を僕が文字にしただけなんですけど、本当はそうかどうかって言われるとあれは安倍さんもいないからわからないんですけど、中国とか北朝鮮が力による現状変更を行おうとする策動を阻止しなければなりませんと言っていて、要するにおそらくですよ、中国を敵視していて、あるいは北朝鮮、を敵視していて、それを何とかしようっていう思いで頭がいっぱいなんですね。で自由で開かれたインド太平洋戦略にとって台湾海峡の平和と安定の維持は必須条件です。日本、米国、台湾、韓国など自由と民主主義の価値を共有する国々のさらなる結束が求められております。この 4カ国が出てくるということの意味が、さっき喋ったことまさにその通りじゃないですか。まとまらなかったのが なぜかというとイスマンだったからなんですけど、パクチョンヒに据え替えてこの人たちでまとまらなきゃと。で、まあ国際あの共産主義の方は国際共産主義でね、コミンテルンとかコミンポルモとかいうのがあって、いろんな国際的に連携してるのに、
自由と民主主義の方はやってないわけですね、バラバラなわけですね。だからここがまとまらなきゃみたいなことはずっと言ってるわけです。で、まあ、ちょっと笑っちゃうのが、この偏った価値観を社会革命運動として展開する動き、でこれは選択的夫婦別姓とか同性婚とか、そういうことだと思いますけど、それは、まあ、UPF とかの、国際勝共連合のホームページ見るとそういうふうに書いてあって、そういうことだろうなと思うわけですけど、まあ、何言ってんのというのがこちらの、感想ですよね。でこんななんかトンチンカーなことを考えてるんですよ。こういう人たちに任せてるんです、うちの国は。でこれがいわゆるその国際勝共連合と自民党の言ってることのかぶってるんですね。自衛隊を明記しろ、緊急事態条項、敵基地攻撃能力も結局入れちゃいましたよね。あれ球場違反じゃないですか ね。でそれから、まあ、っていうかもう一個言うと軍備を倍増しましたね。大体もう戦後は、GDP の 1% 枠ということでずっと私たちはやってきた、でだからこれは必要最低限の実力だということで戦力には当たらないって言ってきたはずですよね。でこれ GDP 2% だったらこれ NATO 並みなんだから最低限と言えるかっていうと僕は怪しいと思いますね、はい、だから意見化したんじゃないというふうに言ってるんだけど誰も賛同してないんですけど、はい、もうちょっと言えないですか、はいはいはい、せっかくですから、はい、あらゆる戦争はですね自衛のためと言って行われるんです。自衛のため、プーチンもウクライナに攻め込むのに自衛のためと言って攻め込んだわけですね。で、アメリカもアフガンやイラン、イラクに攻め込むのに自衛のためと言ってるんです。でイスラエルもそうですよ、ね、イスラエルもそうです、はい、自衛のためというのは必ずつくんです。だから日本がですね、これ思い切って言いますよ、日本が何の軍備も持ってなければですね、何の軍備も持ってなければ日本に攻め込む理由がないのでですね、日本に攻め込む人はいないんです。実はだって自衛のためといって日本を何の軍備もない丸腰の日本に攻め込んだらそれ侵略じゃんっていう話になりますから、侵略は国際法違反なので、一応世界中のリーダーは大学をお出になっている方が多いのでですね、そういう論理にやっぱこだわるんですよ。だからいや相手がこう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 いうことをしているから我が国は自衛のためにこうせざるを得なかったのだと必ず説明するんです。で日本はがじゃあ何にも持ってなければですね、もう自衛必要最本当に必要最小限のもう自衛隊の本当に装備だけで、いや我々もう全然戦う能力何もありませんからって、何もできませんからって言ってればですね、日本に攻め込む理由はなくなるんです。それがだけどもこういうふうにしてとにかく敵基地攻撃能力がどうちゃらこうちゃらとかですね、中国がどうちゃらこうちゃらとか言ってやりたがるのはですね、やっぱ軍産複合体、銭が絡むからですね、資本主義だからということをですね覚えておかなければ私はならないというふうにちょっと補足させていただきます。はいはい、やっぱ選挙にね勝つときにそういうなんか変わった人たち極右の人たちが、まあ、安倍さんの後ろにはがっつりついてたわけじゃないですか。今岸田さんの支持率が下がってるのはその人たちがちょっと離れてるところがちょっとあるでしょう。どうですか。ただしやっぱ政治とか政治家に対する信頼というのがすごく低下しているので選挙すると、まあ、投票率がどん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 落ちる傾向にありますよね。で投票率が落ちるとやっぱり創価学会とか統一教会が一生懸命応援する自民党っていうのは、そして教会団体が応援する自民党っていうのはやっぱり投票率が落ちれば落ちるほどめちゃめちゃ強いんです。
はい、組織票が強い。組織票が強くなる。それは不動票よりも組織票が絶対に強いですね。はい、特に宗教硬いですからね。はい、宗教硬いです。宗教はね、その心に投票しないとね、地獄に落ちるぞって言われてるからね。はい、やばいですよ。いや、投票するだけではなくてですね、うん、2人1組でですね、個別訪問をしてくれるわけです。うんうん、信じる者のために個別訪問をし電話かけをすると、はい、でこれはものすごい運動量ですから、選挙って運動量で決まるので、はい、これ脅威なんですよ実は、はい、大変な脅威なんです、お金も脅威だけど、はい、信仰も脅威ですよ、はい、お金でね、そのいろんな人買収してっていうのも脅威だけど、信仰硬いとね、その普通は個別訪問行ってなんかガチャンと閉められてるんで、はい、心が折れますからね。だから一般の方は個別訪問なんか絶対できないですよ、うん、本当にきついですから、電話かけさえきついですから、電話かけはガチャ切りされるからね、はいはい、心折れますよね普通だったらね、はい、だけど彼らは折れないんです。いや折れない、信仰のためですからね、うん、はい、そういうのでね、その辛さを厭わずどんどんやってくれるっていうことが、まあ民主主義にとって脅威と言っていいでしょうね。だから自民党の先生方は民主主義、自由と民主主義と、まあ自由民主党って言うんですけど自由と民主主義って言いながらですけど、自由も嫌いだし民主主義も嫌いなんですよ。自分たちは自由にしたいんですよ、うんうん、だけども国民は統治する、支配する対象なんですね。だから民主主義なんかもう本当はクソくらいだと。だからデモとか敵視してる、ね、そうデモとか敵視してるし、そもそも国民に主権があることがおかしいって言っちゃうわけですから、ね、ちょっと西田さんの真意を聞きたいですね、はいはい、だから自分たちがどんな悪いことをしても嘘をつきごまかして言い逃れますと。だけども食べるご飯がなくてコンビニでパンを盗んだ老人は窃盗できちんと捕まえますみたいなんですね。そういう世の中に、なっていると。沖縄のこととかいきますか。そうですね、はいはい、もともとその CIA が組織した統一教会を通じて、自民党というものが大きく大きくなってきて、で、それはすなわち米国に従属する国、米国に支配される国というものを私たちは作ってきてるわけですけど、しかしもう今はですね、アメリカが何か言わなくてもですね、もう進んで従属されたがる政治家や公務員がめちゃめちゃ増えてるわけです。辺野古の普天間の辺野古移転っていう問題、皆さんご存知ですかね。普天間基地を、普天間基地という米軍の海兵隊の航空基地をですね、危険だからどっかに移しましょうと言って、まあ、日本国政府は辺野古に移そうとしてるんですけど、私は無理だと思ってるんですけど、だけどそもそもですね、辺野古に移さ必要なんかないんだと。アメリカの海兵隊はそもそもですね、グアムに行くつもりなんだ、グアムに移転するんだということをですね、文書で、政府の文書で私がこれから説明をしたいというふうに思います。で、実際にオバマ大統領は演説の中でですね、沖縄の海兵隊はグアムに移転するとスピーチしたことがあるんです。 NHK はそこの部分だけ訳さなかったんですね。訳さなかったんですね。あれ最近ツイッターで見ました、はい、この日米ロードマップという2006年5月1日に発表された米軍再編の計画についての文書の中にですね、約8000名の第3海兵機動展開部隊、これは沖縄にいる海兵隊ということです、の要員とその家族約9000名は部隊の一体性を維持するような形で2014年までに沖縄からグアムに移転すると、2014年までに移転すると、まあ2014年もう過ぎちゃってますけどね、はい、書いてあります。それで
対象となる部隊はキャンプコートニー、キャンプハンセン、普天間飛行場、キャンプ付け山および牧港補給地区といった施設から移転するというふうに、普天間飛行場はですね、移転する部隊の中に入ってるんですよ。ちゃんと政府の文書の中に出てるわけです。で、さらに、次めくっていただくと、グアム協定というですね、日米間の条約の中でですね、グアムが合衆国海兵隊部隊の前方での駐留のために重要だと。グアムはすごい前方展開として重要なんだよと。そして抑止力を強化すると。よくね、日本の政治家や外務省や防衛省の役人の方がね、いや沖縄から米軍がいなくなったら抑止力が低下します、抑止力が低下しますって一生懸命言うんですよ。だけどこのグアム協定という日米間の条約にグアムに海兵隊が行くことが抑止力の強化だ、条約に書いてあるんですからね。これ2009年にできて、もう発行してるわけですよ、はい、3月11日に、ね、そうです、もう十何年前からですね、グアムの方が抑止力の強化だ、日米両国政府はそう言ってるんです。私が言ってんじゃない日米両国政府が言ってるんです。で、さらにこのめくっていただいてですね、で海兵隊っていうのは何なのかっていうとですね、海兵隊っていうのは、陸海空軍以外に、第4軍というわけですね、海兵隊っていうのは。で、非常に特殊な部隊なんですけど、会社で言えばですね、営業部隊なんです。営業部隊、いろんなところを回ってですね、営業して回るわけです。で、沖縄にいる海兵隊の司令部ヘッドクォーターはハワイですね、第3海兵沿線で、アメリカの太平洋における同盟国はオーストラリア、タイ、フィリピン、韓国、日本ですから、その第3海兵沿線軍はですね、このオーストラリア、タイ、フィリピン、韓国、日本をぐるぐる回るんですよ。3ヶ月に一遍ぐらいです。で、いや、どうも、元気してましたかと。一緒に訓練でもしましょうかと。で、お互いの連携を高めましょうよというのが海兵隊の仕事なんです、仕事。で、これ見ていただくと、オーストラリア、このタイ、フィリピン、韓国、日本の、こう、で、ハワイにヘッドクォーターあるでしょ。で、この円の中心がグアムなんです。グアム。だから、真ん中にいる方が、オーストラリア、タイ、フィリピン、韓国、日本、ハワイに行きやすいんです。便利じゃんと。めちゃめちゃ便利ですわ。だから、アメリカ軍は、海兵隊はグアムに移すよと、そのためのお金は日本出してねと、ああ出しますと、早速出しますと、ね、はい、言ってるわけですよ。で、日米間でグアムが抑止力の強化だという文書まで作って、だけどじゃあなんで辺野古にこだわるのと。アメリカは、ね、日本が2兆円でも3兆円でも皆さんも出すんですからね、辺野古に基地作るのに、うん、おそらく1人当たり4万円ぐらいずつ出さされると思いますけど、出さされると思いますけどね、それはアメリカにしてみたら、ね、超豪華施設を日本の政府が何にも言わないように作ってくれるんだったら、よ、ごっつぁんです、ありがとうございますと、使わせてもらいますわと、3ヶ月に一遍ぐらいですけどねみたいな話になるわけですよ。さっき言ったように今までね、皆さんこんな話聞いたことないから本当かと、まあ、川内はデタラメばっかりまた言ってんじゃないかみたいな、ね、ことを思うかもしれませんが、次見ていただくとですね、これはですね、アイク・スケルトンっていうですね、軍事委員長に宛てて、ドナルド・ C ・ウィンターというですね、海軍、次官がですね、宛てた手紙なんです。米軍の全体の構造をこうしますからねと、アメリカの議会の委員長に宛てた手紙で、次を見ていただきますとですね、次の次を見ていただきましょうか。これ、あ、これですね、これですか、ここで、ね、読めますかね。 USMC US Marine Corps 3
マリンエクスペディショナリーフォース、要するに第三海兵遠征軍はリロケーション、移る、フロム沖縄、沖縄からグアムに移ると、うん、あの海軍の責任者がアメリカ議会の委員長にちゃんとこうやって手紙書いて報告してるんです。これあの私が指摘したらですね、あっという間にウェブサイトから消えましたですね。でじゃあこの次を見ていただくと、この次をまたさらに、はい、はい、これですか。これですね、これ見ていただくとですね、それでどんな部隊が映るんですかという言葉でちゃんとその手紙の中に書いてあってですね、ここにあのマリンミディアムヘリコプタースコードと、要するに、海兵の中型ヘリの中隊と、海兵の中ヘリ中隊、うん、はい、あ、要するに今はオスプレイに変わってますけどね、うん、そのこの中ヘリ中隊はグアムに移る、部隊の中にちゃんと入ってるんです。グアムに移るんですよ、うん、移ることも間違いないんです。でじゃあ何が沖縄に残るんですかと、何が沖縄に残るんですかというと、その次のページですね、うん、バット座以下ですね、バッザ・ロジスティック・サポート・ハブ・ウィル・リメイン・オン・沖縄、要するに兵隊ですね、補給部隊は沖縄に残るからねと、残しますからねと、その手紙に書いてある。当たり前ですよね、だって3ヶ月に一遍あの海兵隊が営業で回ってきますから、営業で回ってきた時にご飯食べさせなきゃいけないし、ね、遊ばせなきゃいけないし、ね、面倒見なきゃいけないから、あのロジスティック・サポート・ハブは沖縄に残るよということがこの手紙の中に書いてあるということで、もうグアムに行くことは決まってるんですよ、うん、でこれ生きてるんですよね。生きてます。あ、それはだって、ね、こ日米日本もう世界中です、はい、公務員が一度決めたことは変えませんから、どの国も、うん、はい、ものすごい謎ですよね。謎です。今辺野古でなんか作れもしない。いや、だからもう日本がですね、とにかく、まあ、利権ですよ、単なる利権です、うん、で、あのこのですね、あの民主党政権の時に、あの私どもが民主党政権で政権を作らせていただいた時にこういうことを明らかにしてですね、あのアメリカともう一度交渉すべきであるということを私はあの党の中で主張し、はい、そしてあのわざわざグアムサイパンまで行ってですね、うん、そのグアムサイパンの知事にも会ってですね、はい、手紙までもらってきたんですね、はいはい、それがですね、この次ですね、はい、この総理秘書官佐野っていうのが書いてありますけど、この総理秘書官佐野にですね、佐野さんにあのこの人はもともとあの役人ですけどね、あの、サイパン州の北マリアナ州の知事からもらった手紙をですね、あの渡したんですね。それはどういう手紙かというと、いや、海兵隊は我々喜んで受け入れますから、あの心配しなくていいですよっていう手紙なんですけど、でここにですね、あの in particular officers っていうのは公務員ですね、officersinvolved in the negotiation process have made numerous mentions about the possibility of relocating なんとか US SAM かな SAM US soldiers to the island of Tinian。 要するにあのアメリカの国防総省の偉い人がここに沖縄から軍を移してくるからよろしくねって私何度も言われてますからなっていうこともちゃんとその手紙の中に書いていただいたりしてですね、はい、やってるんですけど、ところがですね、だからこういうふうにしてもう一度アメリカと協議すればですね、で私はあのただこういうことを指摘するだけではなくて、あのアメリカ大使館 の、 あの政治担当の講師とも話をしてですね、あのプラン B で行きましょうよと、うん、でプラン B をちゃんと提案するから、その検討してねと
というようなこともですね、うん、あの了解を取っていたんですが、ところがですね、これ今翻訳です、これそうです、こっちもありますけど、はい、先行きますか、先行きます、はい、ところがですね、これですか、はい、これですね、はい、あの日本の外務省の官僚が当時の鳩山総理を騙すわけですね、偽文書で、嘘文書で、で、このこれちょっと読みにくいですね、あのちょっとでっかいやつ、大きい、はい、少し大きくしたら少し大きくして、はい、この皆さんから見て右側の紙がですね、鳩山総理に、外務省から説明された紙でですね、65海里、は海底翼航空部隊の拠点と同部隊が恒常的に訓練を行うための拠点との間の距離に関する基準であり、米軍のマニュアルに明記されていると。これどういうことかというと、要するにもう辺野古以外はダメですと言ってるわけです、外務官僚は鳩山総理にこの紙でそう説明したんですね。65海里でしたっけ、65海里、以上離れると一体的に運用できないから、もう辺野古以外ダメなんですと。で、沖縄からこう65海里でこう円を描くと、はい、やっぱり沖縄なんですよね。そうなんです、そうなんです。で、ご丁寧にですね、極秘のハンコまで、ゴム板まで押してですね、鳩山総理に説明したんですけど、でこっちはですね、情報公開請求で出てきた、私が請求して出てきた極秘のゴム板が押してある、外務省作成文書なんですけど、で私、裁判所にも鑑定書を出す鑑定会社にですね、はいはい、このゴム板の鑑定頼んでですね、うん、ゴム板は同一のものであると、うん、中に書かれている文字も同一の文字であると、うん、同じ人が筆跡が一緒だということまで明らかにしてですね、この国会で、取り上げて、うん、この、なぜ鳩山さんに嘘文書で、説明したのか、辺野古に決めざるを得ないように追い込んでいったのかというようなことをですね、これマニュアルに明記されているっていうのが嘘だったんですね。そうです、マニュアルに明記されているっていうのが嘘なんです。明記されているマニュアルだって、そんなものはマニュアルはないんです。ないって言われたね、はい、はいはい、そこをはっきりさせておかないといけない、これは嘘文書だということ、はい、だから日本の外務官僚があるいは防衛官僚が、もうどうしても辺野古に、なんかでかい、埋め立てをしたかったと、はい、もう3兆円でも4兆円でも、はいはい、まあ彼らにしてみたら自分の金使うわけじゃないですからね、皆さんに払わせるわけですから君払いたまえよ、そこが利権だと、1人4万円ずつだみたいな、うん、だから川内さんはそれは利権だというふうにお考えられる、利権です、利権ですか、利権です。要するに、まあ先ほど申し上げたように公務員が行政が一度決めたことは、はい、変えないんだ、うん、変えられないんだということ、それからもうそこにまつわるたくさんの人々のですね、経済的な利益と利権というものもそこにまとわりついてくるのでですね、これ動かせなくなっていくんですよ、はい、だって例えばでっかいダムとかですね、はい、万博がタイミーだとか、ね、そうじゃあ万博もそうですね、はい、とにかくお金を儲けたい人は何をしてでも儲けたいわけですよ、うん、残念な話、はいはい、でね、私はねそこでちょっと口を挟みたいのは、はい、もう少しその、政治的というか思想的というか、そのさっき その反共政策が、関わっていてではないかと思っていまして、でなぜかというとそのコリアゲートの話をちょっとねするとね、コリアゲートっていうのは、アメリカに対してですね、アメリカの上院下院の議員さんにですね、統一教会のお金で、大盤振る舞いして、まあ、いわゆるいや、賄賂です。賄賂を渡して何をさせたかったかというと、ニクソン政権だったと思うんですけど、ニクソンですね、ニクソンが計画していた、ここです。在韓米軍撤収計画を覆すことが主要目的の一つ。
と考えられていた、うん、今も考えているんですけど、それって要するに韓国からね、その米軍が撤退するよっていう情報があって、これはいかんと思ったのが、反共ゴリゴリの人たちで、この人たちがやっぱ韓国に米軍がいてくれないと困るっていう構造で、これってちょうど今さっきおっしゃってた、ここからその沖縄からねグアムに下げないでここに行ってほしいと思うのは、日本政府がここに、日本政府側がここにいてほしいと思ってるんですね、はい、でこれまさしく同じやり方じゃないですかね、はい、ね、だからそこがまあ、ただ単に利権というだけでなくて、この反共イデオロギーみたいなものが底流にあっての、日本にいてほしい、日本から米軍が撤退されると困るっていう考えにつながってるんじゃないかと思うんですけど、そうですね、その反共イデオロギーというものがですね、うん、要するに単なる金儲けなんですよ。あの共産主義嫌だ、そう考えればそうか、その共産主義嫌だ、うん、俺らだって仕事が金儲けしたいんだもんっていうね、あのこれ皆さん多分ご存知ないと思うけど、ヒトラーを支援したのは前アメリカン大統領でブッシュって言ったのを覚えてます？あのブッシュさんのお家って大財閥なんです、昔から。そのブッシュさんのお家がナチスを支援したんです。それで、ね、それだって選挙戦ったりするのめちゃめちゃお金かかるわけですから、誰かに支援してもらわなきゃ選挙なんか戦えないんですよ。で、ブッシュさんのお家が支援してナチスが大きくなって、それで第二次世界大戦に向かっていくという歴史があったわけですけど、だから結局反共イデオロギーというのは金儲け、とにかくひそたましたいというイデオロギーである、うん、なるほど、そこが結局、うん、そこのところで繋がってるからっていうことで、はい、なるほど。でね、これも、前に2014年にそれこそ見せていただいたものですけど、普天間問題緊急声明があってね、はいはい、でここにこれ川内先生、そうですね、私、はい、が筆頭で、はい、ね、出てますけど、はい、ここに賛同してる、呼びかけに賛同人の中には、はい、統一教会と関係ある人が全然いないですね。あ、なるほどね。全然いないです。あ、それは今初めてご指摘いただいて、はい、全の名前を見たことがないです。なるほどですね、はい、まあ、もしかしたらね、なんかね、辻元さんみたいにね、知らないところで関わる、はい、ありえるかもしれませんけど、よく見る名前ではないですね。あ、だってそれからさっきちょっと言っていいのかな、言っていけなかったら後でカットしましょう。この紙を出した人、紙を出した人ではないけれども、防衛局長が、当時の防衛局長が、僕はこれを偶然したんですが、まあ、その昔、現役にいたっていうことを、ね、クラスメートから聞きましたんで、そういう人が防衛省に入れるということは、はい、防衛省の中もその統一教会系の人がいるという、そうですね、まあ、国家としてですね、はい、日本の国の行政としてそういう人を、そういう宗教的バックグラウンドを持った人を受け入れるのだという意思決定がどこかでなされているということを意味しますよ ね、はい、そうですね。だから宗教といっても自分の幸せがどうとかね、そういうことだけであればいいんだけど、政治に関わる信仰を持ってると、ね、共産主義はサタンで、はい、あれもあの人たちは結局共産主義と民主主義の国々が今2つに割れていて、第3次世界大戦を起こして、共産主義陣営をぶっ潰さなきゃいけないというふうに思っているので。だから起こされちゃうんですよ、戦争。そうなんです、そうなんです、はい、大変困る。まあ、日本史もそうだし世界史もそうだけど、人類の歴史というのは何々の戦いとかですね、うん、何々戦争とかですね、うん、もう戦いの歴史だって、何とかの戦いが何年に起きたとか、そういうのばっかり覚えさせられてきたわけですから、権力者っていうのは黙ってると絶対戦争するんです。だって自分は死なないんだ、自分
なんなら自分は儲かるわけですから、うん、で死んでいくのは若い人とか、あ、まあ、ガザでもそうだし、子供だし女性だし、っていうのが死んでいくと。でも権力者にとってはその人たちが死ぬことなんかどうなっていいんですよ、うん、まあ、いくらかは絶対死ぬわけですよね、はい、その軍隊を送ったらね、何人かは死ぬでしょう。いやそれはね、あの、いやそんなことはないと、犠牲には心を痛めてるってみんな言いますよ、人間だから。だったらすぐやめろよって話ですからね。それをやめないっていうのは、そういう名もない、罪もない人々が死んでいくことを、あの、何とも思ってないからだということになるわけで、これはね、あの、僕たちは本当によく覚えておかないと。権力者っていうのは黙ってれば必ず戦争に向かいます。だからこう憲法とか、はい、その法的枠組みをはめておかないといけないという、はい、いや憲法9条で国が守れると思ってんのかこの川内めみたいな、うん、コメントつけてくるんですけど、守れるわけないじゃないですか憲法9条で。憲法9条で何を守ってるかというと、憲法9条は戦争をしたがる指導者から日本国民を守ってるんです、うん、まさしく、はい、で日本の指導者に、政治指導者に対してお前戦争すんなよって書いてあるわけですから、憲法9条に。分かりやすく言うと、お前絶対戦争したらダメだぞって憲法9条に書いてある。でそれは、あの、権力者は黙ってると戦争したがるから、お前ダメだぞって日本国憲法に書いてあるというのが真実であってですね。でそう書いてあれば、あの、日本は戦争しないんだから、外国から日本に攻め込む理由がなくなるんです、はい、少なくともね、防衛用の武器だけだったはずなんですよね。 そうなんです。それは攻撃用の武器も買い出したんですよね。敵基地攻撃能力とかいうのを OK にしちゃったしね、なんか外国っていうか、もし日本に対してなんかよからぬ思いを持ってる国があるとすればね、そういう国からに口実を与えてしまうんですよ、うん、敵基地攻撃ができる兵器を持ったりするので。でもその兵器もポンコツ兵器ですけどね、うん、あのスティンガーミサイルとかね、アメリカから、アメリカのもう40年50年前のねミサイル買うんですけど、あのジェット機より速度遅いんですからねジェット機が飛んでると、そのスティンガーミサイルを追い越しちゃうんだから。そんなポンコツ兵器何百億何千億で買わされるんですよ、ああみたいな話です、うんうん、いやもっといい買い物があるのにね、なんかそのお金があればなんか学費が無料になったりするのにね、あとちょっと言ってないあのスライドが 3枚あります、はい、この原発問題ですね。あの原発も、こういろんな理屈をこねる人がいるんですけど、あのこれだけはあのちょっと覚えておいていただきたいというのを3枚最後に紹介したいんですけど、あの地震学的検討から全国共通に考慮すべき地震はマグニチュード 6.5 未満の地震でありって書いてあるんですけど、学者とかですね、あの偉い人たちはもう難しい言葉で、あの我々庶民を煙に巻こうとするんですけど、これはどういうことかというと、日本全国どこででもマグニチュード 6.5 までだったら地震は起きますよって書いてある。でこれ震源の深さは言ってませんから、震源の深さが10キロぐらいでマグニチュード 6.5 が発生するとですね、地上での震度は7とか8になるんですね。で実際に、5年か6年前に熊本で、地震があった時にマグニチュード 6.5 とかですね、 6.6 ぐらいで、地上での震度は震度7強だったんですね。大変なあの被害が出たわけですけども、であの日本全国の原発で、だからマグニチュード 6.5 が震源の浅いところで起きた場合に原発がどうなるかをシミュレーションした方がいいんじゃないのということを、まあこれを私が聞いたことに対する答えなんですけど、このあの2004年北海道留萌市町南部地震のマグニチュード 5.7 より大きく、マグニチュード 6.5 未満の地震について仮想的に震源を設定して地震動を測定するといったことを行っていないと、要するに
マグニチュード 5.7 では計算したけど 6.5 では計算しませんってこの紙に言ってるわけですね。マグニチュード 6.5 までは必ず地震が起きますと、どこででも起きますって言ってるのに 6.5 で計算してよって言ったらしないもん、 5.7 でしかしないもん。 5.7 と 6.5 って地震の大きさで言うと、これを覚えておいていいです、ちょっと豆知識。マグニチュードが 0.1 大きくなると、地震のエネルギーはルート2倍になるんですね。だから、5.7 から6.5から 5.7 引くと 0.8 なので、ルート2の8乗なのですね、2の4乗で地震のエネルギーとしては16倍なんです。16.5 だと、 5.7 だとその16分の1の地震のエネルギーでしか、その原発に対する影響を計算しませんと言ってる。でそんなことをしてるから福島で大変な原発事故が起きたわけで、その次を見ていただくとですね、でみんな福島の原発は津波で壊れた津波で壊れたと思ってるかもしれないんですけど、あれもともと地震で配管が損傷したんですね。地震で配管が損傷してその後津波が来たから全電源喪失でもうどうにもならなくなったというのが真実で、で東京電力さんはですね、東京電力に就職される方もいらっしゃるかもしれませんけど、東京電力さんに、福島原発事故後にいろんなことを東京電力さんは説明してらっしゃるんですけども、いやいや我々一生懸命やったんですよと、マニュアル通りにやったんですよというふうに、おっしゃってらっしゃったんですけども、その説明は間違いでしたよねと、虚偽でしたよねということをこれ聞いたらですね、もう時間がないので、この説明は適切なものとは言えないと、そうです、東京電力さんの説明は虚偽でしたと、これは国の原子力安全保安原子力防災課というところが出している紙 でさらにもう最後の紙に行くと、地震による原子炉損壊があった可能性があることについてという質問についてはですね、こちら側の漏洩面積 0.3 平方センチメートル、 0.3 平方センチメートルってめっちゃちっちゃな面積ですけど、よく映画で原子力潜水艦とかが故障する映画とかあると、最初はちっちゃな亀裂が入ってちょっとずつちょっとずつ水が漏れます。だけどそれはそのうちバーンあと圧力でですね、ものすごい原子炉の中っていうのは圧力高いですから、破裂につながるという映画なんか時々見たりするんですけども、漏洩面積、最初の漏洩面積が 0.3 平方センチメートルとしてもですね、その原子炉圧力、原子炉水位の解析結果と実測値とに有意な差はない結果となっている。要するに原子炉の配管が損傷した可能性については否定できないということを、これも原子力安全保安、今原子力規制庁ですね、原子力規制庁が質問に対して認めてるわけですね。さらにここが大事なんですけど、解析結果だけでは判断できず、プラントパラメータの分析、保安調査等による聞き取り等も踏まえ総合的に判断する必要があるものと考えている。要するに地震で配管が損傷したかどうかは総合的に判断する必要があるものと考えており、観測された地震動も踏まえたさらなる解析作業や収束作業の進展に応じた現場確認等を通じて検証することが必要と考えているとこう書いてあるんですけど、いまだに現場確認はされてませんから。現場はね、はい、私は1回あ2回ですね、2回2回中に入ってるんですけども、ご飯に幹部で、はい、ね、取って、出しておられます、ね、はい、そうですね、はい、だから世の中の大人、まあ、皆さんこれから社会に出ていくわけですが、世の中の大人たちというのはですね、皆さんそれぞれ仕事をすると、だから東京電力さんは原発を動かすのが仕事だから、その仕事のために一生懸命作文するわけです。その作文の中にごまかしが入ると、時々は嘘も入る。で、
天満基地辺野古の問題で言ってもですね、外務省防衛省はもう、時の総理さえ騙すわけですから仕事のために。だからこれから社会に出てさまざまな政治的課題などについて考えることもあると思うんですけど、とにかく、なぜなのと、どうしてなんだろうと、これは本当だろうかということをですね、一生懸命自分に問いかけて、考えてみるということからですね、いろんなことが見えてくるし、その方が人生が楽しくなるんじゃないかと私は思っております。はい、原子力の、最後だけ原子力の話がちょっとつながりがどうかなというところはあったんですが、どうでしょう、そのこれって 原発をどうしてもやりたいっていうのが、その一つは利権ですよね、はい、一つは利権ですよね、はい、でもう一つはやっぱりこの核の問題、ね、はい、核を持ちたいと、はい、いうことはすごく思っている。これも反共イデオロギーといえばそうだけれども、ね、はい、利権でもあると利権でも、いうことでいいですかね、はい、このあと汚染水の問題が最近は、はいはい、クローズアップされて、はい、でかつそのなんか汚染水流したら中国から文句がついたんで、反中建中プロパガンダみたいなのが、テレビから一生懸命流されてるらしいんですけど、私はテレビ見てないのでわからないんですが、なんかね普通に自然にしてると中国嫌な感じみたいなことをやっぱり言ってくる人がいるのでギョッとするんですよね。なんかやっぱそこら辺もそのメディアも一緒になって誘導しているような気がするんですけど、どう思いますか。いや、だから第二次世界大戦の前と同じで、うん、中国を、仮想敵みたいにね、な形にして、とにかく煽って自らを煽っていくわけですけど、うん、これね、天皇陛下がですね、陛下が在位70年の前の陛下です、はい、お言葉でですね、声明で述べられてるんですけど、満州事変に始まるですね、うん、私たちの不幸な歴史をもう一度私たちは思い返さなければならないということをですね、反省の言葉として述べられてるんです。満州事変から始まる1931年から、はい、これどういうことかというとですね、要するに日本の陸軍は自ら自作自演で鉄道を爆破しておきながら、中国にやられたと言って戦争を始めるんです。そうですね、張作霖は、はい、張作霖で、そのことを陛下はですね、もう一度よく思い出さないとまた不幸な道に迷い込むことになるから、みんなで考えようねということをおっしゃっていらっしゃったわけですね。だけどそういう陛下のそういうお心を分からずにですね、統一教会に操られているですね、政治家の先生方がですね、やれ中国がどうちゃらとかですね、汚染水で、そうすることが得になる人たちがいるんですね。そう、処理水でどうって言わない中国はけしからんと、海産物の輸入停止する中国がけしからんと。いや、だけどですね、これはホタテを食べて中国に行くと、そう、もうね、もうあれなんですよ、これもね、覚えておいた方がいいんですけど、放射能っていうのは目に見えないけど全部物質なので、IAEA とか日本 の科学者たちが分析しているのは放射能としての影響を分析しているだけで、放射性物質、その物質を体に取り込んだ時にその物質がどのような挙動を体の中でするのかということについて、世界中で分かっている学者一人もいません。どこにもいないんです。だから水俣病という不幸な私たちは歴史をに学ばなければならないわけですけど、水銀もね、血とならいいじゃんって海に流したと、別に体に入っても影響ないからと、影響ないって学者も言ってるから、だけどその水銀があるところに、蓄積をすることによって神経症状が出て、大変な被害に
つながったわけで、その物質としてどういう挙動を取るかということは放射性物質の場合には何にも分かってない。そのことを覚えておいていただきたいなというふうに思います。はい、科学大事というのと、はい、やっぱりそのメディアリテラシーというか、そうですね、やっぱフェイクに騙されないと。まあ、大学で得る知識で一番大事なのは どうやって見抜くかと、その正しい どっちが正しいのかっていう時に、それ見抜く力っていうのが必要だなというふうに思いますね。最後中野先生から私に何か質問、もうこれはどうなんだみたいな。あ、これはどうなんだ。いや、だから私としてはそのやっぱり統一教会問題っていうのが、ここ数年調べてきまして、裁判だったもんで、そうするとね、やっぱこう反共イデオロギーのね、根深さというのがね、まざまざとこう感じるわけですけど、どうですか、反共イデオロギーみたいなもん、なんか本当にとんちんかんじゃないですか、本当におかしなことを考えてる人がこの国のトップなんです、はい、まずいじゃないですか。だからこの統一教会問題というのは、ものすごい根深い問題なんです、はい、うん、ものすごい難しいですね。これね、安倍晋三さんのおじいちゃんの岸信介さん、信介さんは、それこそ CIA によって戦争犯罪を免除してもらってね、いや、言うことを聞くんだったら犯罪にならないようにしてあげるからという司法取引で、政治の世界に復帰してですね、実はですね、岸信介さんは最初社会党に入党しようとしたんです、うんうん、これ事実ですか。それは知ってる、はい、社会党に入党じゃない、何のためか、社会党を分断するためです、うん、で、さすがに社会党もそれはいや、ちょっとそれちってやりすぎないんじゃないかと入党させられませんよと断って、で、それは不趣味に終わったので、今度は社会党の中に直接手を突っ込んで、民社党という党を社会党から分断して、割って、作ったと。この CIA や国際勝共連合やらですね、統一教会がということになるわけで、この統一教会の問題っていうのは少数のちょっと非常に偏った、僕は宗教は全然否定しませんし、宗教もすごく僕じゃ神社仏閣大好きだしね、一人一人のうちクリスチャンとか大好き、そうですね、信心をはものすごく大事だ。だけどもその統一教会の問題っていうのはある種非常に、だって日本もサタンの国だっていうわけですからね、悪の国だというわけですから、教義的にですよ。で、日本っていう国はだからその悪の国なんだから、金みんなで出さなきゃダメなんだみたいな教義なわけですよね。で、そういう人々が政治を牛耳ると、少数の人々が牛耳るというビジネスモデルを完成させているという点において、ものすごい根深くみんなで考えなければならない問題だなというふうに思いますね。民主主義の脅威、自由と民主主義の脅威ですね、だと思います。はい、ということで、今になりましたね、ということで、今日の、対談講義は、終了ということになります。はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。戦後最大の拍手いただいてありがとうございます。どうもありがとうございました。